トルコリラは以下のものを指す。1844年から1923年まで発行され、1927年末まで流通していたオスマン帝国の旧通貨。オスマンリラ1923年から2004年まで発行され、2005年末まで流通していたトルコ共和国の旧通貨。2005年から2008年末まで発行されていた トルコ共和国の旧通貨。新トルコリラ2009年1月をもって新トルコリラから解明されたトルコ共和国の現行通貨。2012年発表の通貨記号トルコリラはトルコ共和国の通貨。トルコ語では TRK リラスという。略称はトルコリラ。トルコ共和国中央銀行が発行。補助単位はクルシュで1トルコイコール100クルシュである。 2009年1月1日に E-9 エミッショングループが発行され、名称が再びトルコリラに戻された。2005年から2009年に使用されていたユーティル及び補助通貨ユークアからそれぞれ Y を削除した。2005年中に旧トルコリラと新トルコリラを併用したのと同様に2009年中は新トルコリラとトルコリラを併用していたが、 一年間の経過措置を経た2010年1月1日からはトルコリラ及びクローネのみが使用される。ただし、これは旧トルコリラの復活ではなく新トルコリラの解消であると考えるべきである。E-9 エミッショングループ紙幣は200リラの新規発行を含む。表面には引き続きトルコ共和国初代大統領のムスタファケマルアタチュルクの肖像が すべての研修に採用されているが、理面には、研修ごとに、別々のアタチュルク以外の人物の肖像が採用された。2012年3月に、トルコリラを表す、新たな通貨記号が、トルコ共和国中央銀行から発表された。2018年8月に入って、ドルやユーロや円などの主要通貨に対する為替レートが、暴落。一時一リラ16円まで下がった。 2005年末まで流通していたトルコリラはトルコの旧通貨。補助単位はクルシュで1トルコイコール100クルシュである。ただし2005年の新通貨発行以前のトルコリラはインフレーションが進み、クルシュ単位の貨幣は通用していなかった。クルシュはオスマン帝国時代に用いられていた銀貨の単位で、リラは19世紀後半に行われたデノミネーションのサイ クルシュに代わる新しい通貨単位としてイタリア語から取り入れられたものである。オスマン帝国時代のリラは金本位制を取っており、オスマン帝国時代は外国資本によって経営されるオスマン帝国銀行が発行していた。第一次世界大戦時に金本位制を廃止し、1920年代のトルコ共和国早々期にリラとクルシュによる貨幣体系が整備された。 2004年の時点では、25万トルコリラ、50万トルコリラ、100万トルコリラ、500万トルコリラ、1000万トルコリラ、2000万トルコリラの、紙幣と5万トルコリラ、10万トルコリラ、25万トルコリラの、硬貨が発行されていた。紙幣の肖像、及び、硬貨の刻印はすべて、トルコ共和国の、初代大統領ムスタファケマルアタチュルクの肖像となっており、それぞれの紙幣は、 色違いで、視覚的に区別できるようになっていた。2005年1月1日より、100万トルコリラを1、新トルコリラとする新通貨が発行され、実質的なデノミネーションが行われた。これに伴い1新トルコイコール100シンクル種となり、小学通貨単位が復活した。2005年中は新トルコリラと旧トルコリラは併用されたが、2006年から、 シントルコリラに統一された。手飲み前の通貨は2006年1月1日より回収が始まり2016年1月1日に執行する。各年年末の1ベドルあたりの交換レートは以下の通り。現行の記号は2012年にユニコード6.2にて収録された。ありがとうございます。